アイテム番号 SCP-244JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-244JP はサイト81の隔離収容容器に毎日格納されます。 SCP-244JP のバルブは基準の位置になるようにして月に一度固定します。バルブの固定や基準の位置の見直しを行ってください。基準の位置とは古びた消火栓箱です。同時に決して収容容器に損傷がないか器具を用いて確認してください。 SCP-244JP の動作のことです。逆方向に回さないでください。説明。 SCP-244JP の外見は正面を開くと生きているようには見えません。内部には2本のホースが取り付けられています。ホースは1本が長さ15メートルで残りの5本は2メートルです。バルブはありません。それが動作することに反して論理的消火装置の掘り込みが不規則な方形のくぼみが生じます。わかります。それぞれ一端が内部の奥面につながっています。奥面を取り外すと、動きます。その他の異常な機構が存在しないことが見えます。わかっています。各ホースと一本の金属の配管につながれている。しかし検査の結果、それらは単純に接続されているだけです。摩耗し、手足がもげたように見えます。わかっています。SCP-244JP は回すことが可能でした。液体に似た振る舞いをします。ホースの端から水が吸い上げられ、もう一方のホースの端から硝酸が放出されます。この吸い上げの力は異常に実験記録。実際には、消失した酸性に見えます。放出された物体は、元の性質によらず、実験した全てにおいてヒグマの可能性がありました。また、曖昧性や間違い、欠落を含むように改ざんされます。異常な効果です。この効果は、まず、対象に関係します。他の人間は、今のところ確かめられていません。規則性は出現不可能になり、読み取れません。正しく認識することが、自我を持っているように、永続します。SCP-244JP から放出された対象は、何らかの方法で液体を被った。少なくとも過去、当時、2回、財団エージェントにより確保されました。発見された交流により検索ボットにより検知、情報共依度の炎上と呼ばれる、データ、インターネット上で隠滅された、財団の収容下に置かれました。政府、実験記録、レベル2以上の、博士に放水し、その調査を調べる SCP-244JP。実験記録1、2000年月日、対象、1000円硬貨1枚、結果、イベントがケテル、考察、計画外のことで検証が失われたと考えられる。B-8193 は却下。危険性は即座に考えられないが、実験記録2、2000年月日対象イントラネットに設置された結果破壊され B クラス職員10人が周囲に散乱考察誰もいないの掲示板世界的に最終検閲承認実験記録17 2000年月日対象生きた応募結果わからない考察非常に書き込みが終了した危険な考え状態であると触られたため、実験である。実験記録24、2000年月日注意、改定するべき誤操作、対象、ユークリッド職員、結果、エージェント、考察、偶発的に発生した終了した。対象は機動部隊が出動した情報により、対処する必要があります。特別収容プロトコルされます。事件記録2、収容違反はありません。ポイ、キ。記憶が正しければ、これは対象に言及する情報をランダムに書き換えたり消したりする SCP だったと思います。
もともとはそれ自体は影響下になかったのですが、収容違反がない。なかったかもしれない。ああ、つまり、そういうことです。関係者の記憶にも影響が及び、記事を元に戻すことも新たに書き直すこともできません。とにかく、一刻も早く復旧させなければなりません。桑名博士。